はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。まみチャンネルのお時間でございます。今日はサマナーズ・ウォーやっていきたいと思います。サマナーズ・ウォーなんですが、前回6周年記念で限定パック、こちらの一番右の上越の召喚書が入っているのを引きました。で、今回はこちらの6周年パックにこちらの方を引いていきたいと思います。そして6周年本当におめでとうございます。いやでもすごいよね、こんなにね、あの6年も続くゲームなんてね、すごいよね。やっぱりシステムがあのね、ルーンとかのおかげでこう複雑になってるから、こう結構幅が広いから、もうゲームは戦略とかもすごいいいですよね。このまんまずっと楽しんでいけたらなと思ってます。はい、っていうわけでこちらレジェンド確定6周年スペシャルルーンボックスなんぞや。選択した番号の星6レジェンドルーンが6個登場し、その中から1個を選択して獲得できる。あ、なんか6個出てきていいの1個選べるってことね。これまあいらない奇数とか、あの偶数のルーンなのに奇数、普通の数字だけのパーセンテージじゃないやつとか出たらいらないもんね。でも逆にこれいいのがいっぱい出たらちょっとマジで悩むな。やってみるか。で、疲労以上の星6ルーンも5個もらえるって感じですね。そうそう、はい、買ってきます。はい、そしたらじゃあまずあのこちらのヒーロールーンの方から見ていきましょう。出た出た、偶数の番号なのにパーセンテージやないやつ。なら1番でよかった。お、防火的中か。あ、攻撃力で、あ、まあ防御力プラスだけど、まあまあよくない、まあまあよかった。ちょっと最初はどうしようかと思ったけど本当によかった。で、最初マジでもう爆死したと思った。なんかこのまんまもうズルズルいっちゃいそうって思ったんだけど、なんとかなったね。じゃあ続いてルーンです。いきます。あ、ここから選ぶの。あ、6、こういうことか。あ、私なんか6個ランダムでルーンが出てきて、その中から1個好きなの選べみたいな感じかと思ってた。あ、そういうことね。2番かな、攻撃速度安全欲しい。いや、4番かな、振りだめ。いや、何番だこれ、4番かな、2番かな、4番だね。呼んできます。いや、でも2番の攻撃速度も捨てがたいよな。でも振りだめクリーツ、いや4にします。はい、いきます。いけ。おう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 、これにします。クリ率 6%、 防御力 5%、 体力 7%、 効果的に。いやー、なんかサブオープが、サブオープが、いやでもこれかな、これにします。クリ率プラス 6% ついてるし、これがいい。でもさ、比較的さ、これ以外もさ、なんかちゃんと全部ほぼパーセンテージな感じで、これはさプラスだけど、あの数字だけどパーセンテージじゃないけど、他全部パーセンテージだからいいよね。攻撃速度ついてるんだけど、防御力はそんないらんのよな。攻撃力でもいいな。いや、でも首ダメにします。いけいけ、イエーイ、ゲットした、やったこれ。でもこういう方がいいよね、このあの祝福のやつみたいな、こっちの
その召喚の祝福のルーンバージョンみたいな6個だけど、6個も選べるけど、感じでよかったわ。これでさね、これででも全部6個マジ爆死してたらあれだけど、でも比較的まあまあまあそんなすごいあのサブオープンもワチみたいな感じではなかったですけど、でも全然もう一番右がダントツで良かったので良かったです。はい、10連ぐらいしとくか、召喚せっかくだし、不思議召喚10連だけしようっと。いきます。おまけ、ちょうど餌も欲しいので、ここは知らないの。お約って名前なの初めて知った。やばい、わちらん。あ、来た。ほい。おっと、水番ちゃんでしたね。ラスト。あ、でもバチってよかった。おまけで。はい、なんかインプチャンピオンにめっちゃ疲れてない？あの覚醒も出てきたしね、すごいわ。はい、こんな感じです。おまけでした。というわけで今日のコーデです。今日のコーデはデニムのロングスカにミッキートレーナーを着てます。というわけで、なんかあれだね、青青だからソファーに同化してる色が面白い。こう画面見てると同化して青ばっかって思いましたはい、そんな感じで、最後に YouTube のチャンネル登録、Twitter のフォローぜひよろしくお願いします。この動画が少しでもいいなって思ってくれた方はグッドボタンもぜひよろしくお願いします。では今日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。